プロピオニル COA は、化学式が C24H40‐7O17P3S ルルで表される、分子量が8 2 3 5 9 9ムモルの有機化合物である。プロピオニル COA はいくつかの経路で生成する。哺乳動物では、プロピオニル COA は、ビオチン依存性酵素である、プロピオニル COA カルボキシラーゼによって、 メチルマロニル COA に変換される。この酵素反応では、炭酸水素イオンと ATP を要する。この生成物はさらに、メチルマロニル COA、エピメラーゼによって、メチルマロニル COA に変換される。メチルマロニル COA は、メチルマロニル COA、ムターゼによって、スクシニル COA に変換されるが、この酵素は、炭素炭素結合の移動を触媒するための、 コバラミンを要する。メチルマロニル COA ムターゼの欠如は、血液の pH が低下するメチルマロン酸欠症を引き起こす。生成したスクシニル COA は、クエン酸回路の中間体として代謝される。植物と昆虫では、プロピオニル COA は異なる経路で酢酸,酸に代謝されるが、これは β 酸化に類似している。 この経路の細部すべてが解明されたわけではないが、アクリリル COA と三ヒドロキシプロピオニル COA が生成することがわかっている。この代謝により三ヒドロキシプロピオニル COA の1炭素が2酸化炭素となり、三炭素は酢酸,酸の1炭素となる。ありがとうございます。